日本千葉県千葉市若葉区大宮町大宮町は千葉市若葉区に位置する町。ここでは、隣接する大宮台、北大宮台についても記述する。東西に長い地形をしており、町の北端を戸川が南端を四川宮古川が流れ、加曽り町、星久木町、川戸町などと接している。川からいくつかの多日が入り込んでおり、 農地となっているが、現在は工作放棄地となったり、ソーラー発電所となったりしているところも多い。大地上は畑や住宅団地として使われており、大宮台、北大宮台、新大宮などの新興住宅地があるほか、京葉銀行グラウンド、大宮スポーツ広場などの運動施設としても利用されている。大宮台、大宮町の最新の地下は、 工事地価の平均値が33,950円。平方メートル、坪単価は112,231円。坪、変動率はマイナス2.41%の下落となっている。栄福寺大宮町付近は、平安時代中期から末期の武士で平城町の家臣でもあった坂尾五郎氏が千葉津明よりこの地を与えられ、開拓したとされている。 北斗七世をベースとした町づくりが行われ、星元などの地名が見られる。玄王宮町の西部をなす長峰地区については、五郎寺の抜損の数えをめとった家臣の長峰、影行が開いたと言われる。1130年に、長峰村三角山に妙見者を建立し、その翌年、上坂尾に北斗山金後樹寺を建立した。境内のしだれ桜は、同年、 五老寺の妻、高枝姫が、病の治癒を、妙見大菩薩に祈願し、本願成就の霊として植えたと伝わる。地区内には、城の腰城城山城栄副寺官などの中世城跡が多数あるほか、千葉大宮高校付近には、坂尾五老寺の和歌校の新御殿があったとされる、新都の山がある。1590年8月に、徳川家康が関東に入り、 家臣の治療割を行ったが、この時、長峰村、坂尾村は、忍者の服部半蔵が、約千国の地を支配したという。江戸時代に入ってしばらくすると、島原の乱で戦死した、板倉重政の次男、重直が、官営16年6月15日、家督を継承した兄、重則より、山城国続き軍、三河国かた軍、ず軍、 下宇佐国葛飾軍において五千国を分与された。栄福寺の境内にあった栄福寺館は、茂直の屋敷となった。1889年4月1日に、町村政志向により、大宮村、小倉村、大草村、金地下村、坂月村、川戸村、二戸名村、星久木村が合併し、千葉軍戦場村が発足した。戦場の村名は、 地区内に定石が多く存在することから来ていると言われ、村役場は現在の千状局バス手前に置かれた。1877年3月には、坂尾小学校が創設され、1903年に、原千状小学校地に移転して、1941年より、千状、国民学校と改称した。大宮団地戦時中の1944年2月11日に、 千葉市に編入され、同日戦場村は廃止された。戦後は、現在の大宮台の地に、大宮団地が造成され、大幅な人口増となった。大宮団地は、千葉県住宅供給公社による、千葉市内発の本格的な住宅団地であり、商業施設や公共施設が整備され、1963年に入居が開始された。このほか周辺に、北大宮台、 新大宮の両親港住宅地も造成され、キャパシティの問題等から、当初児童は千城小学校への長い徒歩通学を余儀なくされる地区もあった。1990年代頃から地区内の人口は減少傾向となり、特に大宮大においては高齢化が進んでいる。千城小学校江戸時代には、堺福寺で寺小屋が行われるなどしたが、1877年3月に、 坂尾小学校が創設され近代教育がスタートした。坂尾小学校の場所は坂尾バス停近くの交差点のところである。原戦城小学校地に移転したのは1903年のことで1941年より千城国民学校と改称した。1947年5月には学生改革により千葉市立千城小学校と改称 新興住宅地の自動数増加に伴い、第二運動場が新設されたり、プレハブ校舎が増築されるなどして、自動数は九百七十年代にピークを迎えた。大宮団地においては、九百六十五年に大宮小学校が開設された。九百七十三年には大宮中学校、大宮大小学校が開校して、川途中学校へのバス通学が廃止されたほか、 地区内の小学校は3校に膨れ上がった。1983年には初の高等学校として千葉大宮高校が千条小学校近くに設立された。しかし、同校は2007年度から独立した通信制高等学校となっている。現在、生徒数の減少に伴い、大宮小学校と大宮大小学校の合併が話し合われているところである。 大宮町バスターミナル大宮地区内に鉄道駅はなく、もっぱらバスによって運行されている。地元の市議会議員などによる千葉都市モノレールの延伸運動もあったが、現在団地内にあった関連する看板はすべて撤去されている。千葉駅と大宮団地を結ぶバス路線のうち、最も地区内を多く走るのが、線状局経由と呼ばれる系統である。 この線上局経由の一部は、千葉大宮高校に乗り入れている。坂月経由、北大宮台経由は、東金街道を経由し、速達性が高い。保宿機内経由はどちらかというと、裏道ルート的路線である。1989年からは、津賀駅や若葉総合支所へ向かう路線が開設された。現在、この路線は、鎌取駅への延長がなされている。 高速道路は、地区内を千葉東金道路が通過している。1979年に大宮インターができ、2001年から羽田空港とを結ぶリムジンバスが運行を開始、2009年からは東京、銀座地区とを結ぶ市中高速バスが運行を開始した。町長別人口及び世帯数。千葉市。2017年11月2日閲覧。郵便番号。 日本郵便。2017年11月2日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2017年5月29日閲覧。千葉市資料編に、日本城郭体系。千葉市資料編に、千葉市資料編に、坂尾村差出市長。私たちの戦場千葉市立戦場小学校。私たちの戦場千葉市立戦場小学校。ありがとうございます。